村山駅は長野県須坂市大技高梨にある長野電鉄長野線の駅である。駅番号は N11。開業当初は長野寄りの踏切脇にホーム一面と駅舎を有する停留所であったが、後に交換設備の新設に合わせて須坂寄りの現在地に移転し、島式ホーム一面二線と留置線を有する現在の設備となった。また、かつては、 有人駅だったが、現在は無人駅である。校内踏切の位置の都合上、列車は右側通行をする。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅前の広場に超電バスの村山駅バス停があったが、乗り入れる路線は全て廃止されている。同バス停には、そうの島線が乗り入れていたが、 須坂市民バスの実証運行に伴い2009年9月30日をもって一度廃止された。その後、2012年4月1日から、八代線廃線に伴い運行が始まった、八代線廃止代替バスの一部である面内、村山線が当駅へ乗り入れることとなったが、この系統も2013年9月30日の運行を最後に廃止されている。 ABCDEFGHIJK シナの毎日新聞社出版部長野県鉄道全域増補改訂版シナの毎日新聞社2011年7月24日275ページ ISBN 9兆7847億8407万1647須坂市の統計各年度版によるありがとうございます